この番組宛てによくいろんなこうエッチなビデオの会社、なんつったっけ、よくくれる会社、HMP とディープスっていう会社の人がエッチなビデオをこの番組宛てに送ってくれるんですよ。僕は見たくはないですけど、全然そのエッチなビデオ、ああこういうのもあったなっていう、もう俺も昔はね、昔はこういうね、のがすごい好きだったけど、その後サッカーで有名になると同時にどんどんそっちの方がダメになってきて、仲間にも言えないことがあったっていう、今のちょっと前にやってたペレの CM とちょっとかけてみようと思って、もう全然失敗してるんですよ。全然失敗してるんですよ、ね。で、その、まあ、見たくはないけど、ほら、送っていただいたものをね、わざわざ、伊集院さん、見てはいただけないでしょうかと。ね。伊集院さん、この間、ラジオのフリートークの中に、アスカ・キララの話が出てきたんで、アスカ・キララの DVD をお送りしておきましたけど、みたいな。ね。それと伊集院さんは、よく糞尿関係のものがお好きだって。おい、誰も言ってねえよ、そんなことよ。ねえ、で、送ってきてくれ、持ってきてくれたりもするんだよね。プロモーターの人とかが持ってきてくれたり、置いてってくれたり。それと、何より、天下の、会社の人が天下の実物を置いてきてくれたりと、いまだにどう使うも何に使うもなのか全然わかんないんですけど、ジョークグッズだということは聞いてます、ジョークグッズだということは聞いてますけれども、あとこの穴の部分におちんちんを入れたら気持ちよさそうだなとは思いますね、多分違う使い方だろうからしませんけど、で送ってきてくれるわけです。でそうするとそれをいつもやっぱりほら、うちは、その家に一人そういうのの見張り番がセコムがいますからセコムがいるので、その持ってくるタイミング、持って帰るタイミングみたいなやつを測らないと、だうちのかみさんが今日は泊まりがけで企画もの AV の撮影に行ってると、ジョイフルとして、じゃあいいじゃねえかよそういう職業だったら全然寛大だろうよ、それもらってくるのに、あむしろやか、自分の出てないやつを持ってこられるのは、まあそのそういうタイミングを見計らってじゃなきゃきついから、いつも、もらって嬉しくても置いてくんですよ、この局に置いてくんです。したらどうやらそれを AD の中山が狙ってるらしいと。で、なんかそれも、プロデューサーディレクターの池田から、池田は馬でいうところの千馬っていうやつだから、そんなにそういうのが好きじゃないんですけども。いや、池田のとこは神さんがもう猛烈に厳しいから、持って帰るどこじゃないわけ。だけど、だからちょっと大人の位置から、欲しいって位置じゃなくて、大人の位置から、AD の中山が、いつもその僕がそのアダルトビデオを置いてくたびに、伊集院さんいらないんですかねって必ず言うっていう。だから、あいつも若いから相当欲しいんじゃないかっていうわけ。で、それに対して、俺としては、ふざけんじゃねえよ、泥棒飼ってんじゃねえかよ、それじゃよって思ってますけど、それはもう、それを言ったら小さいでしょうよ。言いませんよ。俺も俺もですよ。スウェードの生地でできたガウンを着たままですよ。ね？ワインをくるくるさせながらですよ。いるよって。ね、いや、違いますよ。全然僕はそう言ったら嘘、器の小さい人間ですよ。ね？カフェ飯屋の定食の小鉢5個付きってどんな量だよと思ったら、何これ、おちょこガムシロ入れるやつみたいのに入ってんねみたいな、器の小ささって言われますけど、僕はその器の小ささの説明が分かってきちゃったよ。もう。そういう時には、だけど、ね。いや、それは、ね、いいんだよ。いいんだよ。いいんだよ。真似だよ、今。何か動物園の。何か動物園の人の丸で。その、いいんだよ、それはね。その若い中山にね、あげてもいい。あげてもいいんだけど、プロモーターの人が持ってきたものをそのまま他人に渡すってのは、それはどうかと思うよっていう。一旦見て、ね、もう一切おちんちんも立てずにですよ。おちんちんの先に鈴をぶら下げて、そのままその DVD を見ても一回もチリンともならずに、ね。
実際シャン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 って鳴らしながら見て、見終わった後にですよ、見終わった後に中山にあげるんならばいいけれどもね。あれだってそうでしょ、この業界は例えば CD の見本版、音楽の見本版来ますけども、あれはちゃんと聞いた後で返却しないとダメです。要するにああいうものを例えば仲介に売ったりとかすると本当に業界がつまはじきになりますから、要するにそれと一緒だよっていうね、わかるかい、そういうルールをお前さんは AD に教えないのかいっつって、ね、そういう話をして、それ以来必ず何も言わないで出るのはやめてるから、キープキープだな、キープしといてよ、頼むよ、これ後でこれまとめて持って帰るから、これはキープだからねっつって頼むよっつって必ず置いてくようになってる。こういった今年1年でも相当いろんなキープレスが溜まったからさ、先週かな、その AD の中山くんに、今までキープしていた、いろんな、例のキープしといた、俺のキープしといたもんも溜まってんじゃねえのみたいな。いろんなものが、なんつって。で、そしたら、あれ出しといて今日持って帰るから、つって。ね。ほいで、わざわざそれも直接中山言うの嫌だから、前に座って、高瀬の渡辺くんに中山にそう言っといて、つって。ね、言っといてって人捨てに言わして、俺はそんな興味ないんだけど、倉庫の大掃除もあるだろうから、メールがどんどん長くなるわけ。そう、TBS のキープしてるロッカーとかも、どんどん多くなっちゃって、俺の私物でそこ埋まっちゃってたら、AD としては大掃除したいだろうけれども、俺いらないんだよ、いらないんだけれどもっていう。で、これどうやって書けばメールで伝わるの、今の高いやつは。トーン高いやつは。だけど、やっぱ一旦持って帰んないと、それはもう中山の手を煩わして、ある意味 TBS にも迷惑をかけることになってしまうからね、なんつって中山君に言って、全部総ざらい一つ残らず出しておいてもらってくれたまえよ、なんつって、それで出しといてもらって、したそれが手提げ袋二つぐらいのすごい量になってるわけ。もう俺からしてみたら嬉しいよね、これはもう TBS に迷惑をかけてたなって、その迷惑から解放してあげられたなって、もういいや、エロ福袋が両方にいっぱいあるわけだからさ、これでそれ持って帰って、で家で開けて、それ開けて、うわこんなのあったんだ、そうだそうだ、ブルーレイのやつだって、まだ見てねえよブルーレイのやつを、おい矢沢ブルーレイのエロ出てんだな、ブルーレイのエロコマ数が違うんだろうな、ブルーレイのエロと思いながら見てったら、夏頃かな、一度天下の会社の人がすごいずっしりと重い天下を持ってきて、なんかもうね、天下と機械が融合されたような、機械仕掛けの天下で、なんかカートリッジの中にヌルヌルするローションが入ってて、そのカートリッジを詰め替えるともうなんか連射が効くみたいな、どう使うのかはわからないけど、全くわかんない、道との遭遇ですよね、あの道との遭遇あもう2001年のあの猿の真ん中にあの天下がドーンって落ちてきたら、最初はウキキウキキになるだけで何にもならないぐらい、進化できないぐらいのものですよ。ただ中央のキャップを外した時の穴が何かにぴったりな感じがする、何を入れようかなとは思う感じの、何かを入れたらこれ気持ちよくなるんじゃないのかって、そういうね、そういうジョークの効いたやつですよ、ジョークの効いたやつが、大変なジョーカーが、ヒースがいるわけですよ、ジョーカーこと。それで、これが あって、俺の頭の中はそれがずっとこの半年間ぐらい、ああ、今 TBS にあるんだってずっと思ってたから、これで家帰って開けたらエロビデオがあるんだけど、肝心のそれがないんですよ。肝心の俺が夏から楽しみにしてた、天下の中の天下ですよ。天下の王様ですよ。大天下様ですよ。大天下様が、キングオブ天下。ないないっつって。もう、ない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 っつって。一旦家まで帰って道を落ちてないか探すぐらい。で、そん時浮かんだのが、中山あの野郎。俺の楽しみしてたあのすげえ天下のすげえやつを、と思って。一週間ずーっと、ただここで、いい大人がですよ。ね。42歳の伊集院光がですよ。中身20代後半まだ。30いった?20?
28歳のね、中山にね、AD 中山にね、もしもし、なんでないの？なんでないの？でっかい点が、でっかい点がなんでないの？ね、仕事とかいいよ、でっかい点がなんでないんだよ。おかしくないか、あれ、夏であって黒くてこうでかくて、いやー、見間違いじゃないよ。すぐ持って帰ろうとは思ったんだもん、思ったんだけど、ガサガガサだからやめただけだからっていう電話をしようと何度思ったか。何度思ったかですよ、もううちで。ね。もういつも背負ってる軍用電話で何度かけようと思ったかですよ。ハンバーガーヒルの死体の山の中でですよ。もしもし、ガリ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 。もしもし、中山、ないんだよね。でっかい天下がないんだよね。っていう電話をしようと思ったかわかんないけど、それもこうちょっと、なんかさ、また下のものじゃないですか。下のものですよね。これがわかんないけど、イチローのサインボールだったら言いやすいじゃん。怒ってても、なんか少年の、あ、伊集院さんはそういうのをすごい大切にするんだ。例えば、もっと言えば、ジャイアンツでも、いや、日ハムでも二軍選手のサインボールだったりとか、二軍選手がちょっと使った、その、手袋だったりでもいいんだけど、あれどうしてないのって言っててもかっこいいけど、天下じゃん。リアル天下じゃんか。でも、それはどうやったらいいんだろうと思うけど、どんな顔して聞きゃいいんだろうと思いながらさ。それこそそのクリスマスも全部過ごしてさ、それで今日来てさ、最初おはようございますなんてあいつ来るわけ、もう憎くてしょうがないわけ。お前俺の天が取ってるじゃねえかよ。その顔でよく言えたな、おはようございます。おはようもクソもねえよ。あれがない分もイライラしてるんだから俺は。あれがあればスッキリしてるのにイライラしてるんだから。CM 挟みますよ、当然挟みますよ。この怒りは、この怒りは CM 挟まないともうダメな怒りです。挟みますわ。ほんとさ、だ、来た途端、俺と中山、すっごいギスギスしたもん、俺。俺、だいたい俺が来た時っていうのは、楽屋には、来る時っていうのは、楽屋には、構成の渡辺くんと、あとは、その、プロデューサーディレクターで行けたら、だいたいいつも、パソコンに向かいながら、伝票のかかった経費の水増しとかをやってるんだよね、多分ね。どれぐらい、裏金を作ってポケットに入れられるかっていうことを、すごい一生懸命やってんだよね。それで、構成の渡辺くんは、やっつけ仕事の原稿をすごい勢いで書いたりするんだよね。よその、この他の曲と関係ないやつを書いたりとかするじゃん。それで、俺は少年たちに今日はどんな夢を与えられるんだろうっていうことを、だいたい考えながら入ってくると、その、ディレクターの AD の中山、その結果してるトークがこれだよ。もうどうだっていいや、そんなことよ。これで夢見れるやつだけが聞けば、じゃあ。これが少年たちの夢にどうにもこうにもならないじゃん。しょうがないね。ごめんね。そういうの話せないからさ。ごめんね、ほんとね。塩田優くんの聞けば、すげえ夢あるみたいよ。それで、それでさ、その中山は大体いつも、もうすでに今日の夜の番組の、いろんな、かける曲とか、まあ、結果俺が飛ばすんだけど、かからないけどかける予定の曲を8曲ぐらい選んで、いろいろ、その、何秒、前奏があって、ワンコーラスだとここで、この中間のとこだとこういう喋りも入れられるから何秒空いてますみたいなやつを、一回も参考にしたことないやつを、ね、書いたりとかしてるわけ。で、途中から俺が入ってくると、その、お茶とかアイスコーヒーとかそういうの持って、お弁当とか持って入ってくるんだけど、入ってきた時はもう目も合わせないもんね。もうガチャって言って、おはようございますとか、カッタロボがと思ってるから。どうせ盗んでんだろ、バカ野郎と思って。人のものを盗んどいておはようございますじゃねえや、この野郎と思ってるから。ね。なんなら今も装着してんじゃねえよ、この野郎と思って。股間見てみたら普通の感じだ。いや、あのでっかい黒い天下は、あんなもんじゃないと思ってるから。ね、あんなんじゃないか、今は装着してねえな、あいつと思って。ほいで、3回ぐらい、なんだかんだで3回ぐらい来たところで、ついに感極まって、もういきなり顔面殴りつけて床に倒して床にゴシゴシ入れながら、顔ゴシゴシやりながら馬乗り横断にしてやって、てめえこの野郎、俺の天がどうしたっつって天がねえんならお前のケツを掘ってやろうかいって思う感じで言ってやろうかと思って、スンスン流してやろうかと思ってたんだけど、さすがにいきなりそれはなんだからって言うんで、中山くんさ、先週、その、
いろいろさ、あの倉庫に置きっぱなしになってたさ、資料関係みたいのをまとめてもらってた、まとめてもらってると思うんだけどさ、あれだけかな。なんでね、はいって言いやがった、あいつさ、はいって言って、すごい一番でかい資料があるはずだろうよ。一番でかい資料が。もうなんか、もういい。俺をどっかに連れてっちゃうような資料が。いや、むしろ今までの資料を全て忘れさせてくれるような。そして明日から生きる本当の勇気を与えてくれるような。それがお前の元にはまだ一個あるはずだろうと思う。そんなのに、いや、はい、あれで全部です、みたいなことを言うわけよ。ほいで、またそそくさと出てきやがる。あの野郎、今装着しに行ったんじゃねえかと思うの。で、それかまた30分間ぐらいどうしてやろうかと思ってんだけど、一回かわされちゃうとさ、で、こう今の感じの勇気出して、一回かわされちゃうと、もうちょっと次ってさらにすごいパワーいるよね。結構直線で言ったわけよ。要するに向こうにも忘れてましたっていう隙を与えてるわけだから、こっちは。ね。もう一個ありました、ありましたって言う隙を与えてるのに、いいとか言われちゃったら、もう次言えないじゃん、こっちは。ほいで、また、その、出てって次のその用意には行っちゃうから、この打ち合わせ室とか楽屋っていうか、またその三人の空間ですよね。その、プロデューサー、ディレクターの、池田は、TBS の新しい加藤社長の悪口を、匿名掲示板にガンガン書き込むので必死だし、ねえ、それからその構成の今笑って渡辺くんは文化放送への売り込みで必死じゃないですか。で、俺だけは、クリスマスサンタさんが来なかった子たちもいるだろうから、そういう子たちにせめてトークのプレゼントしたいっていうことを、すごいこう自分で欲しいんですけど、結果このトークだよ。ぬくもりが欲しかったらそういう CD 買えば、そういう CD ぬくもりのある曲のやつ買えば、なんか、あんでしょうよ、きっとさ、そういうやつをさ、早かとか聞けば、そういうやつは、ね。で、やっててさ。で、もう、とりあえず、構成の、その渡辺くんに、渡辺くんさ、夏過ぎぐらいだったかな、天下の会社からさ、びっくりするぐらい黒くてでっかい天下来たよね、なんつったら、はいみたいな。来ました、確かにっていう。で、そこでその力強い、答えにちょっと俺がビビってきたのは、こいつじゃねえか。普通だありましたかねってなるじゃん。だって、その時見たのも、ちらっと見てからすぐ閉まっちゃってるから、俺。なんか、結構大行な、試作版みたいな、そのボール箱の中に入ってたの覚えてるのね。国名に覚えてますよ。ボール箱みたいのに入った上に、その中にその、プラスチックケースの中に、黒ピカリするどでかい、そうね、どれぐらいの大きさ伝えるのかな。よくさ、これ、例えがあって、500ミリのペットボトルをさらに太くした感じなんですよね。最近、ちょっと大げさに言うと、最近さ、黒ウーロン茶とかさ、イエモンとかってさ、1リットルの、ペットボトルあるじゃん。あれの感じの大きさのプラスチックの塊に、その、ローションの入った、なんつーの薬莢みたいなやつが、何本か横にデコレーションさ、刺さってて、これを入れ替えろみたいになってて、俺だけがそのフォルムを見てると思ったら、俺がその話をし始めたら、ありましたね、ありましたねって言うわけ。その、そのローションの詰め替え用の薬莢みたいなのがあって、ボタンとかついててっていう、この人。あれ、こいつ。言われても、中山はそんなにとぼけんのがうまいやつじゃねえぞと思って。こいつあの時点で、そういや、あの頃、初めて付き合った女と別れた別れねえの話してたなと思って。それで、この野郎と思い始めて、で、それで、いや、ちょっと、あれがさ、どこ行っちゃったのかなぁと思ってさ、なんつって、あ、中山くんが保管してんじゃないですかとかって、いや、先週のやつなんかなかったんだよ、って言ったらさ、そのやりとりの中でさ、そのプロデューサーディレクターの池田だって同じ机の上に、全員膝の上に座ってるわけだからさ、俺もさ、何やってんだよ、私。どんだけ仲良しなんで。俺の上に渡辺くんが膝の上に座って、その膝の上に大体、プロデューサーディレクターの池田が座ってて、その上にテディベアが乗ってるから、いつも。仕事しろよ！すげえ会議とかやりにくいよ。
耳元でずっと囁くのかよ。俺からの意見はトップダウンしていくけど、プロデューサーディレクターから返すときどうやんだよ。その考え方いらねえよ、別に。普通に座れよ。それで、そしたらさ、池田がさ、なんか全然こっち側から、ちょっと俺も強めの口調になってるからさ、渡辺さんあったよね。その、渡辺さん、その、でっかい点があったよね。つって。で、ボタンがついてるあれですよね。ボタンなんかついてた？ついてましたよ、ボタン。なんでお前知ってんの？え、実は私の前で見せましたから。ぐらいのトーンになってるわけよ。ちょっとエキサイトしてんのに、黙ーってるから。あれあいつ、神さんとの中が冷え切ってるっていう。その感じの、その感じのも出てきてるわけよ。なんか、やたら聞いたっていう音が大きくなってんだよ。カチャ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 って大きくなってから。なんだあいつ、あいつもこの野郎、俺の天がをと思って、もうバラバラだよね。もうバラバラだよ。俺はね、子供の頃からずーっとね、教わってきた神父さんの教えを現代語に訳してみんなにこう伝えるような、そのトークをずーっとしてきてて、今日もそうやっていこう。全員本番前にはね、その、この私と、構成渡辺、プロデューサーディレクター池田、そして AD の中山、ミキサーの岡部、そして翼大僧侶の全部で6人でですよ、手に手を取り合って輪を作ってですよ、ね、輪を作って、その真ん中にごぼう星を書いてですよ、ね、みんな死ねみんな死ねって言って、それで番組を始めてた仲間がもうバラバラですよ。バラバラです。完全な。それで、これダメかなと思ったら、したら、その一回出ててた AD の仲間が、これですかつって、これもありましたみたいなこと言って、持ってきたのがびっくりしましたよ。その例の、ブラックテンガが。単にあいつ忘れてただけだね。そのでっかいさ、テン、このさ、すごいよ、これ。だって、説明書に、ウェルカムトゥブラックホール。ね。フリップスタイルが生み出した新たな宇宙。何フリップスタイルって。今度キューンレコードからデビューしたフリップスタイルの二人です。ね。テクノ演歌です。売れなそう、売れなそう。です。そのやつが出てきたんですよ。この夢に、ま、俺たちをバラバラに、魔物ですよ、魔物です。俺たちみたいな仲良し集団がですよ、ね。仲良し集団がこの魔物にやられちゃったんですよ。ね。俺が先頭に俺のケツを渡辺くんが掘ってる、そのケツを池田さんが掘って、そのケツを中山くんが掘ってるのを岡部さんが掘るっていう、ね。俺たちの、ね。銀河鉄道っていう、新たな太陽を生み出したこの5人組がですよ。ね。バラバラになったのはこの禁断の実があるせいなんですよ。ね。これでまあ一応みんな疑って悪かったなっていう。ちょっとなんていう、もう僕はこんな、この点が一つでね、素晴らしいものだけど、人を、仲間を大切な仲間を疑っちゃったな、なんつって。でまたそのずり落ちたメガネを上げながらですよ、うん、AD の中山です。それじゃあ用意してきます、なんつって言って、ね、言った後に、俺あの野郎が撮ったのかと思ったよ、みたいな話をしてたら、プロデューサーディレクターの池田が、あいつ女の笑いと別れたらしいですよって言い出して。ね。そうなのあいつ。すごいリアルに凹む感じだな、あいつ。捨てられたのかと。そらそうだよな。そらそうだ。向こうはどんどん視野が広がっていく中でですよ。いろんなやつとも会うからさ。中山、この天がお前にやるよ。